おはようございます。今日はおやつではなくて梅干しをつけていこうと思います。毎年母が父好みの結構酸っぱい梅干しをつけているのですが、今年は初めてやり方を教わって私がつけてみようと思います。梅干しはちょっと初めて作るので、詳しい作り方はわからないかもしれないんですが、一緒にやりたい方、ぜひ参考にしてみてください。まずはじめに、梅のヘタの部分を取っていきます。用紙でプチッと刺すと、くっついてくるんですが、梅は傷つけないように気をつけながらやってください。最初結構大変な作業かなと思ったんですが、結構すぐに終わるし、ちょっとプチプチ取るのが楽しい作業です。それが終わったら、梅を水につけてアクを取っていきます。今日この梅は結構黄色っぽいものや、少し赤みがかったものがある熟れ気味の梅になるので、5時間ぐらいアクを取ります。もっと青い梅の場合は、もうちょっと長い時間、10時間ぐらいアクを取っても大丈夫です。アクが取れたらザルにあけて水をしっかりと取っていきます。と水分が残っていると後でカビが生えてしまったりするので、クッキングペーパーも使って、特にあのヘタの部分に水が残りやすいのでしっかりと取ってあげてください。そこまでできたら、梅に1キロに対して 150g、 15% ですねの塩をまぶしてジップロックに入れます。と煮沸した瓶とかに入れてもいいんですが、後で梅を混ぜるのにちょっと混ぜづらかったりするので、のジップロックにぎゅうぎゅうに入れてしっかり空気を抜けば、後でひっくり返すだけで大丈夫になります。こんな感じですね。と冷暗所に保存なんですけど、今年はちょっと暑いので野菜室に入れておこうと思います。紙袋に入れて野菜室に入れます。こうなったらちょっと水分が出てくるので梅の位置を移動させてあげます。こんな感じでひっくり返したりしてあげて、梅の全体に常に塩がまぶされているような状態にしていきます。この混ぜる作業をちょっと怠ってしまうと、梅の塩が少ない部分にカビが生えてしまったり腐ってしまったりすることがあるので、こまめに見てあげましょう。また梅の状態が変わってきたら次の動画をアップします。ぜひ一緒にやってみてください。